こんにちは、荒木和弘です。令和4年9月17日土曜日のショートメッセージをお送りします。今日で第一次小泉訪朝から20周年ということになります。総理の、海外へ訪れるのはですね、何十周年とか言って出るということはめったにないことだと思いますが、あれはまあその小泉さんが言ったということよりも、金正日が拉致を認めたということ、一月後に5人が帰ってくるわけですけども、本当に衝撃的な時でした。でも今ちょうどですね20周年ということで、マスコミでも各社それぞれいろいろな形で取り上げてくださってますが、今私が大学で授業をしている学生たちは、その頃生まれた子たちですよね。ですからもう本当にもうどんどん記憶は風化していくということですね。我々にとって戦中派の世代がですねあんまり語らなかった、ということの一つはどうせ言ったって分かるわけないということがあったんだろうと思いますけども、やはりですねその時のいた実感というものはもうなかなかですね取り返せないものがあると思います。9.17 というのは一体何だったのかということを改めて思います。で、たびたびお話をしてますように、あの時政府がやろうとしたことは国交正常化です。で、国交正常化のために障害物になる拉致問題を取り除こうとしていたということですね。ぶっちゃけた話言えばで、ともかくあそこで終わらせたかった。だからこそ死亡の日付を伝えないということをした。で、また生きていたとされるご家族と亡くなったとされるご家族を分断してですね家族会の勢いを削ごうとしたということ、これはもう事実関係から言って間違いがないことですね。で、しかしそれ以上に金正日が拉致を認めたことの衝撃というのは大きかったと。で、まず一つはそれまでですね拉致というのはでっち上げだったと。これは北朝鮮そして朝鮮総連みんな言ってたわけですね。で、これが言えなくなりました。なんせ親分が認めちゃったわけですから。それから日本人の中でもですね、拉致に対して、この例えば安眠人の証言は疑わしいとか、いろんなこと言ってた人がいましたけども、もうこれもですねもう事実上北朝鮮が拉致認めちゃったわけですから、ものは言えなくなるということだったんですね。そしてなおかつ、我々にとってはこの特定失踪者のご家族、が声を上げたことによって、拉致というのは決してそれだけではないんじゃないかというふうにですね思うようになっていった。で、世論がそこへ向かって盛り上がっていったということがありました。これはおそらく、いろんな形で日本政府にとってももしくは北朝鮮にとってもすごい脅威だったのではないだろうかと思います。で、北朝鮮の中では親分が認めてしまったことでですねもう自衛隊が攻めてくるというふうに思っていた人がいたんだそうです。それから日本の中はですね、本当にもうその先どうなるかって全く分からない状態でした。で、調査会は翌年、平成15年の1月10日に発足するわけですが、その時に第一次のリスト40人を出したわけですね。で、あの時はもうNHK が特番を組んで、私が40人全部のですねデータを読み上げるのをもうそのまま生で全国放送した。それほど関心が高かったということですね。で、新聞も各紙全部も写真入りで40人こう並べて、出してくれました。それでも結局その時見つかった人はいない。後に40人の中でお一人見つかった方いますけども、その状況でですね本当に頭が変えてしまってこれから先どうなるんだろうというふうに思ったことはありました。でもともかくそういうふうになったのは9.17 があったからということなんですね。それであそこに至る流れ、さっき申しましたように政府はともかく拉致についてですね、国交正常化の障害だというふうに思った。だからこれをなんとか国交正常化をしたいと思ってました。北朝鮮側は北朝鮮で、アメリカのブッシュ政権が非常に強硬な姿勢だったと。で、イランイラク北朝鮮でこの年の1月にですねブッシュ大統領は年頭教書で発表しました。悪の枢軸という言い方をして、もう場合によってはいつ爆弾を落とすか分からない、というふうになったんですね。実際その後
イラク戦争をやっちゃってるわけですから。で、もう死ぬかもしれないと思ったキム・ジョン・イルは助けを求めたのが日本だったということになります。あの時中国との関係ものすごい悪くなっていて、まあ、これは北朝鮮の自業自得なんですけども、助けてくれとは言えなかったと。で、日本だったらば関係改善していればアメリカもまあ同盟国だから簡単には手出ししないだろうと。それからまあ何よりも金が入るということで、しかしまあそこの時に世論が高まっていたから日本政府も拉致問題をほっぽらかすことはできず、で、春の時点では一回ですね、有本恵子さんだけ、北京かなんかに出してですね、そこで、なんとなく見つかったようにして拉致問題の、まあ、収束を図ろうとしたみたいですけども、これはもう有本さんのご両親がそれを許さなかったと、ということでですね、まあ、これで、まあ、進んでしまったと。で、まあ、最終的に、まあ、いろんなことあったんだと思いますが8人死亡5人生存ということで発表するわけですけど、これ流れというのは、まあ、これご覧の皆さんもですね、その頃関わってた方々はそういう国民の声があったということがまず非常に大きいんです。でしかしもう一方で必要だったのは日本政府のモチベーションです。日本政府はただ拉致被害者助けましょうって今の状態で言っててですね、歴代の総理がキム・ジョンイルと条件つけずに会うとかこんなこと言ってるようなそんなようなもんでありませんでした。あの時はともかく何が何でも国交正常化したいということだったんですね。で、そのためには拉致問題やらなきゃいけない、世論が高いから、この両方があったからあそこへたどり着いたところです。別に日本政府も我々もですね、何もそんなこと考えているわけじゃありません。もう結果的にそこへ行っちゃったということなんですね。だからあの時その日本政府の下心というか本心というか、それがなかったらですね、あんなに事態は動いていないはずです。これは何を言いたいのかというとですね、だからもう我々ともかくですね、使えるものは何でも使えばいいということです。あえてもう誤解を恐れず言いますけども、それがですね、反社組織だろうと、まあ、もうヤクザだろうと、カルトだろうとですね、それはもう我々に全く今敵対している勢力、朝鮮総連でも何でもいいですけど、何でもかんでも使えるものはですね、もうみんな使うということで、でもともかく助けることが第一ですね。で、北朝鮮のもう情勢というのは揺れてるんです。揺れてますけども、ほっぱらかしとくとどっかの国が手出しをしてですね、救ってしまう。で、延命をしてしまったら時間稼ぎをされるだけです。だからもう揺れてるのは間違いないんですけども、揺れてる時にそこに我々がさらに手を突っ込んでですね、もう揺さぶってそこから拉致被害者を取り返してくるということにしなければいけないと私思います。まあ 9.17 というのはいろんな意味でのまあなんていうんですかね、教訓がありますで、本当はこの20周年の前にですね、やっとけばよかったと思うんですけども、もう一回あの時何が起きたのかということはちょっと再検証をどっかでしてみたいというふうに思ってます。場合によったらまたこのショートメッセージでお話しするかもしれません。まあともかくキム・ジョン・イルが拉致を認めてから20年ということになりました。本当にこんな長くかかってしまったことは申し訳ないんですけども、なんとかですね、もう少しでも早くということで、引き続き頑張りたいと思います。今後ともよろしくお願いします。今日もありがとうございました。